まずはじめに OPPO Find X2 Pro に接続するための情報を確認します。ホーム画面から設定をタップします。その他のワイヤレス接続をタップします。パーソナルホットスポットをタップします。ここからお使いの端末のネットワーク名とパスワードを確認・変更できます。スイッチをタップしてオンにしたら設定完了です。先ほど設定・確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定しネットワークに接続してください。